それでは発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チームの第20回会合を開催いたします。あ、中田です。おはようございます。おはようございます。すいません、もう時差ボケじゃないんですけど、じゃあ、火山の影響についての考え方を紹介させていただきたいと思います。東京大学地震研究所の中田です。超巨大噴火であってもカルデラ噴火であっても広域的に考えれば、統計的に扱うことができるであろうということと、それからそのマグマが急速に蓄積されるという研究結果からすると、噴火の前兆現象は地球物理学的に捉えられるだろう、だからモニター可能であるということですね。で、多くのその超巨大噴火にはいろんな先行現象が地質学的に認められていると。で、ただこのようなそのモニターをしていても異常は見つかるんですが、その時にそのタイムリーに、そのカルデラ噴火が切迫しているかどうかをその言えるかどうかが、今後の大きな課題であろうと思っています。で、ただこういう大きな噴火のが迫っていることを見逃すとですね、その原子力発電所というよりはカルデラの周辺に住んでいる人たちの大量避難、人々をどう避難させるかという深刻な問題につながりますので、国を挙げてこのカルデラ噴火が迫っているかどうかの判断をする必要があるだろうと思っています。今回パブリックコメントをいろいろ説明していただいて非常に良くなったと思っています。ありがとうございました。で、前回この分厚いやつですか、これをもらったのでちょっと一応自分なりに完全ではないんですが一応読んでみてちょっといろいろ思ったことがありました。で、やはりこれを見ているとやはりここでの地政庁の活動がまだまだやっぱり理解されていないっていうんでしょうか、誤解されている部分もちょっと多いような気はしました。で、特にこの資料の 2-1 でしょうか、この最初に出てくる全般にかかるご意見で、ここで思想を明確化にすべきっていうふうに書いてるんですが、やはりこれ非常に大事だと思っていて、で、場合によってはもしかしたら細かい中身よりも大事かもしれないっていうふうにそこまで思っています。で、やはり考えてみると担当している自分でもその思想がやっぱりよく分からなくなる時もありますし、あとはその全体的なスケジュールとか方向性っていうのがまだちょっと分からないところがあって、だからこそこのパブリックコメントで拙速であるとか基本理念が欲しいとか、やっぱり混乱を招いているような気がしています。で、特にやっぱり知りたいところは今地政庁はその走りながら考えているってところがあって、僕はそれすごいいいことだと思っています。で、だからこそどういうふうにして規制を追加していて最終的にどういうゴールを目指すかとか、そのいい言葉は出ないんですが、スケジュールでも工程表でもないんですが、なんかそういうある意味そのこの基準を施行した後の話ですね。で、そういうのもなんか全体像が見えていないためにいろいろ混乱をパブリックコメントで招いていたような気はしています。で、特に福島の検証をぜひしてくださいとかかなりあったんですが、あれも確か昨日の委員会ではそういう委員会を始めますということがありましたし、やはりそういうそのなんとなく漠然でいいので全体的な方向性というのを示してもらえれば混乱を招かなかったのかな、あるいは国民の不安というのをもしかしたら招かなかったのかなという気はしています。で、特にあと廃炉にすべきだと、いろいろ出ていてそれも結構あったんですが、それについても個人的にはたとえ廃炉にしてほしいという気持ちがあったとしても、やはりそれは理詰めで論理的に積み立てていって、それで廃炉っていうのを考えていかないといけないと思っているので、それは僕は今ここでのやり方、そのとにかく感情的に廃炉っていうことは別に禁止しなくてもいいとは思っています。で、気をつけないといけないのはやはり例えば再稼働のための安全基準の議論であったり廃炉のための安全基準の議論であってはいけないと思っていて、で、それはうまくここでは機能しているような気はしています。ただいずれ40年廃炉の議論というのはどこかで多分これもすると思うんですが、そこら辺の整合性というのもいずれ多分出てくると思うので、そこら辺はぜひ議論してほしいと思います。で、最後なんですが、特に多かったのがパブコメが短いとかいろいろあったんですが、現職委員会だとあれは一つの例があって常に開示していて意見募集をしていて、で、ちゃんとルールも設けています。1ヶ月後ぐらいにそれなりの回答をしますとかですね、そういうのがあるので、そういうのを早めに考えていった方が今後2回目のパブリックコメントするときにまた大変なことになるかもしれないし、普段からそういう
これを見てると、まあ、安全基準じゃないことに対するコメントもいっぱいあったので、そういう窓口をもうすでに設けてもいいような気はしました。あと意見説明会やってほしいとか結構いろいろあったんですが、それについても、まあ、どういうふうに考えればいいのかよく分からなくて、まあ、その代わりにパブコメっていうことも一つのやり方ですし、一方で、まあ、地域の人の気持ちも分からないでもないので、これはどういうふうに考えればいいのかなと思ったんですが、で今日ですね、今朝現職規制委員会の設置法ですか、25条とか見てたら、保有する情報の公開を徹底することによって、まあ、その運営の透明性を確保しないといけないというふうに書いてたんですね。もしこれが該当するんであれば、まあ、大変だと思うんですが、何らかの形で意見交換というよりもちゃんとメッセージですね、規制委員会としてはこういう規制を作って事業者に今ぶつけてるとこですっていうようなメッセージを、もしこの設置法25条が該当するんであれば考えてもいいのかなという気はしました。ちょっと大変だと思うのでこれやってくださいとまで言わないんですが、まあ、以上がちょっと感想なんですが、